ウルグアイの原子力では、ウルグアイにおける原子力のエネルギー政策について説明する。ウルグアイでは1997年の法律によって原子力の使用が禁止されている。にもかかわらず、この国には原子力研究センターや放射線防護の国家、規制当局といったその使用を規定する機関がいくつかある。その他にも、ウルグアイは研究及び人材育成のための 小型原子炉を数年間保有していた。1964年にアメリカ合衆国から持ち込まれ、1978年にマルビン・ノルテにある原子力研究センターの建物で稼働が始まった。1985年に腐食が検出されたため、停止され、すべての核燃料が除去された。1年後、チェルノブイリとゴイアニアでの原子力事故が発生した。 このことは世論に影響を与え、フリオ・マリア・サンギ・ネッティ大統領任期中の1988年に、ウルグアイとカナダの間で、原子エネルギーの協調合意が調印され、その中で、パソデ・ロストロス氏に原子力発電所の建設が計画された。この発表は、社会不安を引き起こし、原子力に関する討論会の開催が決定された。結果として、議会は、 合意を批准しないどころか国内の原子力を禁止する法律を可決した。2007年のウルグアイにおけるエネルギー危機がウルグアイに束れバスケス大統領の下で原子力の討論を再開させることになった。この時行政部門は発電のための原子力使用及び原子力発電所の設置に関する研究に専念する超党派の委員会を設立した。福島の事故は 特に政治的及び社会的な幅広い議論を呼び起こした。2011年7月、政府は国家予算から1000万ウルグアイペソを採出し、利用可能な人材と技術を検討する専門アドバイザーを雇って間もなくウルグアイが原子エネルギー評価のフェーズ1に入ることを発表した。放射線防護の国家規制当局は産業エネルギー省の下部組織である。 2005年12月19日の法律17,930の173条及び174条によって創設された。それは電離放射線の放出を統制するウルグアイで唯一のものである。技術的にも専門的にも独立しており、放出に暴露される人の安全を管理するものを除くと原子力に関連するいずれの機関ともつながりがない。 国立原子力技術局により法律15,809が制定されて以降国立原子エネルギー委員会は新しい執行部の理事が議長を務めるようになり国内及び国際的な原子力指針に関する首脳部への助言を行うようになった。1996年1月同委員会は国立原子力技術局と統合された。国立原子力技術局は 1986年に法律15,809によって創設され、計画例一に原子力エネルギーの応用に関する研究の途上に、あるサブプログラム原子力技術の推進を実行するという任務を行っている。また、原子力技術の提唱を計画、調整、実施する責任があり、国家の原子力指針によって確立された。 一般ガイドラインに基づいて活動している。原子力研究センターの建物、原子力研究センターは、ウルグアイ共和国大学と国立原子力委員会館の協定の枠組みにおいて、学際的な研究機関として1966年に設立された。1990年にユードラーの理学部が設立されたことに伴い、大学の中央理事会はこの学部の領域内に、 研究所を組み込むことを決定した。チンは国内唯一の設備が整ったインフラであり、放射性物質を扱ったり作業するための人材を訓練している。1964年、アメリカ合衆国政府は平和のための原子と題した会議を米国で開催し、研究目的用の小型で低出力な原子炉がそこに持ち込まれた。結果として、 ウルグアイ政府は米国からの原子炉購入を申し入れた。そのため両政府は国際原子力機関の援助を借りて1965年に以下のリース契約を締結した。米国はウルグアイに対して原子炉燃料として使用する目的のウラニウム 16,049.57g、プルトニウム 79.98g、そして2つの核分裂係数間を備えた5つの キュリウムマイナスプルトニウムマイナスベリリウム、中性主源からなる核分裂性物質を異常する。二つ目の合意として、米国は研究論をウルグアイに異常し、設置に関する技術支援を提供することを約束した。その見返りに、ウルグアイは原子炉の使用量、核燃料の使用量を支払うことを承諾し、いかなる状況でもこの燃料を第三国に移転しないことを承諾した。 1 0 0ット原子炉はもともと1959年から1962年にかけてアメリカ原子力委員会の南米向け展示品が発端であり、1970年代に教育、研究、技術スタッフの訓練を目的としてウルグアイに常設され、原子力研究センターの建物内に置かれている。建物の半分はマリエッタのロッキード社によって製造された。 原子炉用であり、設置費用込みで、当時200万ウルグアイペソを国家投資で購入した。その後、ウルグアイは、政府予算から2000万ペソを投じてこの建物を建設し、稼働させた。法律13,640の259条は、この原子炉がウルグアイ政府の財産であり、国家原子エネルギー委員会の管轄下にあることを、規定している。この原子炉は、 1970年代後半から1985年まで稼働していたが腐食の問題により稼働停止された。燃料要素は炉心から取り除かれてて、乾式貯蔵庫に入れられ、米国へ輸送されるのを待っている。この施設の設置については、世論での論争は起こらなかった。ゴイアニア事故の1年後にして、チェルノブイリ事故の2年後、ウルグアイは、 フリオ・マリア・サン・ギネッティ大統領任期中にカナダとの協議を開始して、1988年に原子力に関する協調合意が調印されるまで進められた。この事実は1992年の地球サミットまで知らされなかった。この合意は、ルイス・アルベルト・ラカージェ大統領の任期中の1992年に議会で大半が批准された。また、ウルグアイにおける この方法を用いた発電の可能性を評価することを目的とした作業部会が創設された。原子力発電所の設置は合意で言及されていなかったものの報告書の第二条項が先の合意に基づいた法律16.226の施行が引き起こし得る原子力発電所の設置には法律による承認が必要であることを確立していた。IAEA、e、からの融資がついた 過疎でロストロスにおける原子力発電所建設の可能性に関する1992年の発表は懸念不安を生じさせて様々な社会運動が巻き起こった。それはチェルノブイリ災害から間もない時期だったことに一部起因するものだった。この問題について人々に周知させるべくリベラ市とタれんぼを市しで市民集会が行われ、校舎には400人以上が参加した。 また、アルティガス市の省庁はこの問題について声明を発表し、パソデ・ロストロスの地方委員会はこのプロジェクトに反対すると宣言した。パソデ・ロストロスの子供たちでさえ、ウルグアイ議会の上院議員と下院議員に手紙を送って原子力施設の設置に反対票を投じた。約6000人が抗議のデモ行進を行い、モンテビデオや、 国内様々な地域の人々が参加して、ネグロ川に架か,かる道路橋全体を埋め尽くした。これらの社会的な自治活動は、政党の参加がないまま市民自身によって実施された。これらの運動は、国内での原子力エネルギーの使用を禁止する第27条を含む法律16.832の採択で終了した。法律の施行がされると、 チンの原子炉は停止及び解体され、米国に戻された。その後、原子炉を収容する施設の解体及びこれまでの原子炉使用により生じた放射性廃棄物の管理と処分に対して、120万ウルグアイペソが2001年の国家予算から割り当てられた。それ以来、炉を保持するために設計されたチンの施設は空のままである。2004年に、 セルジオ・アブレウ・ボニージャ上院議員は原子力の利用実現可能性の調査が実施できる要項の法律を廃止する法案を提出したが、これは不成立に終わった。タバレ・バスケス大統領の下にある行政部門が IAEA、e、の推奨する基準に従って原子力発電の研究に専念する超党派委員会を創設した2007年まで、 原子力問題に関する国家レベルでのさらなる言及はなかった。このことは、同国のエネルギー危機を理由に、原子力発電及び原子力プラント設置の利便性に関する全国的な議論を再発させた。議論が再開されたとき、専門家、政治家、メディア、軍隊から意見が聴取された。IAEA、e、ラテンアメリカ地域の原子力顧問、ディーバ・ p イグによれば、 原子力に関する議論は社会のいかなる分野も排除してはならないとのことだった。ジンの理事であるジャスト・ライツは彼女に同意してエネルギー問題は科学的な議論及び判断の一部であるべきだから政治的観点のみでこの問題が議論されることには賛同しないとの見解を述べた。原子力発電所を導入する可能性についてプイグは世界にウルグアイができて以来 エネルギーを大規模に生産する別の代替手段が私には見当たらないと述べた。一方、ライツは次のように述べた原子力発電所には多くの利点があり、公害はゼロだがリスクもある。決定を下す前に国が最大限のセキュリティシステムを提供する条件があるのかを検討する必要がある。原子力に関して見過ごすことができる潜在リスクは存在しない。 ユードラー理学部の原子力センター理事は原子炉は需要をカバーしおそらく近隣諸国にエネルギーを売ることさえできるだろう。中力原子力発電所は火力よりも公害がはるかに少なく賛成された放射性廃棄物は定められた手順に従って封じ込められてシールドされ安全に保管することが可能だと述べた。発電プラントや 人員訓練を導入するプロセスには10から15年かかり約35億ユーロという費用が2008年に推算された。物理学や原子力工学といった各分野での研修、その分野に精通した弁護士、そして1970年代に使用されたような訓練用の原子炉などが必要となってくる。問題の一つは現在活用できる地域に専門家が 全くいない点である。IAEA、e、は国家があらゆる保障付きで原子力発電所の建設を決定した場合に専門知識及び訓練を提供することで各国をサポートしている。2010年市民裁判所のメンバーは誰一人として2030年から原子力計画を開始する実現性に賛成しなかった。ただし彼らが言うには 技術の進歩により関連するリスクが最小限に抑えられた場合、または将来の研究で現在まだ分かっていない情報が提供された場合は、それを受け入れることもあるとした。なお、ウルグアイのように人口の少ない国だと、地域経済の規模からして、常実の費用では全くと言っていいほど利益が出ない。加えて、ウルグアイにおける再生可能エネルギーへの投資増加と石油の 存在調査により原子力の議論は後回しにされた。ラモン・メンデスは次のように述べている。それはかなり明白になったようです。次の二つの理由からです。まず、2007から2008年に議論が始まった時点では、こうしたものは存在してませんでした。そして各政党での合意に至った20年間の指針がありませんでした。こうした競争力ある価格で、 再生可能エネルギーを生み出すことに、ここまで成功でき得ることを、我々は知らなかったのです。そのため、青写真が変わったのです。次に、福島が起きました。そして重要なことが二つ。第一に、原子力オプションを分析していた世界の54国の、うち、残っているのはわずか2.3カ国で、それらの国々は、判断を保留しています。原子力を稼働していた国々は、 ドイツをはじめ多くが現在は原子力発電所を休眠させています。しかしもう一つの結論としては投資家の観点から原子力が魅力的でなくなったことです。それはハイリスクであり福島自体は死に至らなかったものの事実として200億ドルの価値があった4つの原子炉が使い物にならなくなってしまいました。ラモンメンです。 国家原子力技術局長研究の性質上、X 線やその他の放射線に被爆する職務を遂行する必要がある、またはそれら放射線関連の取り扱いを要求される、人々の退職給付に関する事案の法律は、1937年までに制定された。1997年に国家電気制度の改定及びエネルギー規制部署の創設と題された、 法律16,832が承認され、その27条で、ウルグアイにおける原子力エネルギーの使用禁止が次のように制定された。本国における原子力の使用は禁止されている。卸売電力市場の職員は誰であれ、国家を汚染する原子炉、または海外の原子炉によって電気を供給する契約を結ぶことはできない。放射線防護と人、 財産、環境の安全に関する法律19056も制定された。これは放射線の悪影響から職業被曝した人物、一般講習、財産、そして環境の保護に関する放射線防護と安全性を確保するため、リスクと放射線による損傷を回避、または最小限に抑えたり、 放射線源と建物の物理的保護も確保することを目的に予防と手順の一般的な流れを確立することを意図したものである。国家が国際的に義務を負う国際法の観点からウルグアイは原子力エネルギー及び関連の諸問題に関する以下の条約に署名または批准した。その近接性のため、 コロニアデルサクラメントからわずか 70km、モンテビデオから 295km の位置にあるアトーチャ1号原子力発電所をウルグアイ政府は緊密に監視している。2010年10月から2011年3月にかけて世論調査会社フォックトムがウルグアイ領土に原子力発電所を設置することへの賛否やこれら原子力発電所に関する彼らの感情を 評価するための人口サンプル調査を実施した。最初の調査は2010年10月で、その次が2011年3月である。これらから次のデータが得られた。ありがとうございます。